田島京志郎です。お願いします。もうすぐお父さん帰ってくるでしょうけど、いっか別に。お腹すいたな。なんか雑談し終わったらなんか飯でも食おうかな。なんか喋んないのもいいよね。別に喋んなきゃっていうのにさ、脅迫観念みたいなやつ、脅迫観念って合ってるか分かんないけど、そういうのになっちゃったらあんま面白くないから、ちょっとぼーっとするのもいいよね。なんかさ、つまんねえな。あのつまんないっていうか、別になんつうんだろうな、面白くないから雑談しました。退屈だったので雑談してます。眠いな。なんかないかな今日ご飯。ベーコンって丸かじりしてもあんま美味しくないよね。なんか最近気づいたなって思ったけど、それは違う。俺丸かじりしても美味しいと思うんだけど、なんかその、ま、丸かじりあんましない方がいいタイプの、そのなんだろうな、お尻かゆ、外側がさ、なんつうんだろう、硬いタイプの変なビニールみたいなね、ビニールじゃないんだけど、別になんかよくわかんないやつがついてるタイプのベーコンを買っちゃってるからよくないんだと思う。ケンタッキー全然美味しくないんだよな。なんかあーめっちゃ関節痛い、関節ポキポキやりすぎた。で、お腹すいたな。なんか食おうかな。めんどくさいんだよ。めんどくさくてやってないこと多すぎるな。どうしよう、今日夜でも、夜に飯食おうかな。かゆっ、体。アニメなんかもう嫌だ、ほんとに。アニメ見たいのにさ、腰痛いからさ、座ってらんねえんだよ。で、立つとなんか嫌だし、疲れるしさ。あ、今日運動してない。やばいな。今日運動しなかったら多分一生運動しなくなる気がする。でもしないけどね。だからもう俺は一生運動しないことになっちゃう。いや、野菜食いたくないしさ。あ、出て。あ、これ多分絶対いつかね、超痛くなると思う。ちょっとずつ動かしてっていつかもう取り返しの使わないことになったら嫌だな。てかもう結構だいぶ痛いけどね。痛いっていうか、なんか、うわ。最近なんかもう漫画いいかなって思ったけど、違うんですよ。漫画読みたいけど、買おうとしてる漫画が高いんだよ。ワンピースとヴィンランドサガ。ヴィンランドサガ。いや、ヴィンランドサガ面白いけどね。面白いけど面白くないけど面白い。面白いんですよ。うん。面白いけどね、別に。ロンボー買おっかな、ヴィンランドサガ。はい、月曜日来いよっていう人生は良くないよね。今日まだあとちょっと残ってる。ご飯もな、別に俺ご飯あんま食えないんだよな。やっぱりソーセージとベーコン
とハンバーグのナポリタンでも食おうかな。そう、なんかした方がいい。今寿司とステーキかな。いやステーキそんな食いたくないんだよな。寿司が食いて、漫画やっぱビンランドサガとイヤホンが故障しちゃって、故障っていうかさ断線しちゃってるんだよ。うまくいきゃ使えんだけど、2ヶ月しか持たなかった。2ヶ月持ってない、1ヶ月今日しか持ってなくて、前は3、4ヶ月くらい持ってた気すんだけどさ、クソだよな本当に。4ヶ月くらい持ってたイヤホンの線は。でも新しい手話のなんかさイヤホンの線にしたらすぐ壊れるんですよ。まあ俺がちょっと一日中イヤホン使ってるんで、それのせいもあるけどな。俺食べたいもん今なんかな、朝から行けんじゃな。入ってめっちゃ飴食いすぎてるからな。何食べよっかな。ドーナツ食いてえな。なんかクリスピードーナツみたいな、クリスピーなんとかって店のドーナツ食いてえ。なんか最近あれ、はい、いや最近って言っても結構前だけど、バーバシリーズ、なんだあいつは、なんつうんだろうな、バーバなんとか、バーバなんとか、バーバなんとかがいっぱいいるやつら、ああいうシリーズとなんかコラボしてた気がする。わ、機械や風呂入んだけどな。全然最近結構風呂入ってないな。漫画買いまくりてえな。ちょっと気違いになろっかな。耳かゆ。何しよっかな。ピザは食ったし、まあ今そんなピザ食いたいけど、金かかるのを天秤にした時はまだ食いたくないって感じなんだよな。いやーでも毎日ピザとか寿司とかステーキとか食いてえな。俺もう全然痩せる気ねえわ。いやーでもなんか脳卒中とかで死にたくないな。でもどうせ俺そんな感じの死に方なんだろうな。昨日の夜もさ、あれなんですよ。うわ、なんか、あ、俺これ寝たら死ぬんじゃないかなって思ってね。あの、理由はなんかないんだけど、なんとなくいつもと違う。痛いとかじゃない。あ、なんかこれで寝たらなんか死にそうっていう感じになったけど、全然生きてた。儲け。うん。儲けっていきなり言われても何言ってるかわからないよね、あれ。儲けって言われてさ。何しよう。ガキンチョボイスがねえ乗ってるけどな。何しよっかな俺。喋ること以外やることねえな。喋りながら迷わせたら楽しいな。アメちゃん食うのはいいや、やめとこな。アメ食いすぎたらなんか変な糖尿病とかになりそうだし。いやー食いたいもん食えないって嫌だよね。
食いもんって高いよな。なんかピザ食ったけど、すごい昨日ドミノピザの悪口言ったな。でもドミノピザ美味しいけどね、結局は。俺に幸せはありがとう。でもピザーラほどの幸せはなかったけど、すごいんだよピザーラ。でもね、俺ね、なんかさ、最高最高最高って言ってから食うと絶対なんか外れるんですよ。最高最高ってその期待値とかじゃなくて、しっかりと外れが来るんですよ。ちょっと冷めてたりとか。あれマジやめてほしいな。世の中俺に対して天の弱なんですよ。なんか俺がめちゃくちゃ褒めたら結構まずくなって出てくるマックもあるし、そういうのなんでって思っちゃうね。本当に俺のこと大好きなんだな、世の中。宇宙は俺のこと大好きなんですよ、実は。うん、ちょっかいかけてるんでね。うん、じゃあよかった、宇宙俺のこと大好きなんだ。じゃあ安心してこれからも生きていけるわ。よくわかんないですけど、よくわかりますけどね、僕は。皆さんはよくわかんないでしょけどね。まあ言ってる本人はまあまあわかりますけど、まあよくわかんなくもないかもしれない。普通にね、なんか深い読みしなきゃ、ああそっか、宇宙に好かれてるんだ。うん、じゃあこれからも生きていけるね、安心してよかったね。でも別にね、何も思わなくていいと思うんですけど、深読みするとね、何言ってんだこいつってなるけど、深読みを諦めるとね、何言ってんだこいつになるけどね。あー大丈夫かな。ガスト行きたいな、久しぶりに。ガスト行くんよ。お前最近は行ってねえけどさ、前一人で行ったけどさ、超とんかつまずかった。俺がさ、おろしなんとかとんかつにしちゃったからクソまじいのな。やっぱ食べ物って大体味付けだな、ソースで決まるわ。本当にクソみてえなやつ出しやがって。あとステーキもクソまずかったしな。ガストガストでうめえのポテトだけだよ。って言ってポテトも美味しくないんだろうな。ガストで俺何しよっかな。何もすることねえわ。マックでダブダブチ2個食いたいんだよな。夢叶わねえな、なかなか。前はダブダブチだよ。でもダブダブチ存在しねえのムカつくんだよな。なんか倍ダブチらしいんだよ。俺いつも倍ダブチって言わずダブダブチって言うんだけど、倍ダブルチーズバーガーを2つって言う。でも美味しくないんだよな、倍ダブルチーズバーガー。美味しいけどね。美味しいけど美味しくないんで、なんか保守的になっちゃってね。その、自分のことのその炎上から身を守りすぎて、何でもその、いい方向の意見をね、いや、美味しいけど美味しくないっていう、ちょっとおかしな人になっちゃってるよね。いや、美味しいんだけど、本当美味しくないんだよ、マックは。だからそれ言ってみんなを混乱させるのが趣味とかじゃなくて、本当なんですよ。だからその、美味しくないのが美味しさみたいなところがあるんですよ。ちょっとまずい感じ。まずくはない、別に。パサパサしててまずいんじゃないですか。パサパサしてて肉もボソボソでうまいっていう。いやでもやっぱ美味しくないけど美味しいけどね。美味しくないけど美味しいんですよ。バーガーキング食いてえよな。でもバーガーキングってやっぱ近くないんだよな。腹立った名前も大阪でライブ見に行った時にバーガーキング行きたかったけどさ、行かなかった。めんどくせえし、行けばよかったな。バーガーキング今なんかクリスピーチキンやってるらしいからな。バーガーキング食いたいな。バーガーキング食いたすぎるおじさん。おじさんっていいよね。なんかそのおじさんそのものはいいって言ってんじゃなくて、まるおじさんって言えばいいじゃん。でもそれもツイッターのそういう風潮だから良くないんだよな。本当だっておじさんじゃねえんだよ俺は。普通にガキンチョだし、ガキだし、俺はさ全然おじさんじゃないんだよね。なのにみんなおじさんって言うじゃん。ボーボーにした方がいいよね、本当に。なんで暴力が出てくるんだ。なんでもおじさんつけるのムカつくし、まる芸人ですっていうのムカつなくんだよ、芸人ってじゃないやつが。あマジでキモいな。芸人じゃないだろお前はよって、ツイッター芸人とか言うし、キモって思っちゃう。死んでよしって俺はね、ちょっとね言っちゃうと思う、指示しちゃうと思う。俺がもし死神のね長だったら、死神のリーダーだったらこいつ殺してよしって指示出しちゃうだろうな。うん、でも出さない。死神は意外に優しい。そんなゴミクソどももあんまねすぐに殺さないであげてるんで、ね、
で、俺みたいなやつがすぐ殺されちゃうっていう。悲しいね。でもなぁ、俺は多分なんか自分で自分のこと天才って言いたくないけど、いや結構俺はね、才能ある側の人間だと思うんですよ。もう俺って多分なんかバカに殺されるタイプの天才だと思うけど、天才大体バカに殺されてるよな。で、バカに殺されたら天才なんだろうな。ジョン・レノンだって普通によくわかんないね。あのファンに殺されたし、そいつはバカだから、バカだから殺しちゃう。みんな天才はバカに殺されるということで、でも俺バカに殺されたくないな。だからみんな賢く生きていくんだろうな。四国生きてもしょうがない時あるけどな、別に。お尻かゆいな。なんかご飯食べよっかな。めんどくさいな。ジュース飲みてえな。炭酸水飲みたいけど、炭酸水がすぐなくなんだよな、うちの。なくなるっていうの。溶けちまうんで、炭酸が水に。今日飲んだ炭酸水うまかった。やることねえな。昨日からかい上手の元高木さん見たしな。別にカラジョ元高木全巻買ったけど、おもろいなあいや俺は本当にワンピースを買った方がいい。やばいでしょこの話の切り替わり方。俺はすごいワンピースが好きなのに、今までワンピースを買ってない理由は金がかかるから。うん、やっぱお金ってね。4万3000円か4000円でしょ。アホでしょそんな値段。一巻ずつ買っていけばいいのかな。それなんか嫌なんだよな。全部一気に買いたいよ。これいつもなんかワンピースのなんかのモノマネするとき、ワンピースって言ってなんか締めてた気するけど、そんなこと言ったことないよな、誰も。We are! みたいなノリで、ワンピースって言うっていう、俺の中でね、その、どこにも存在してないモノマネがないんですけど、俺がオリジナルになってると思うけど、ギリギリないよね。いや、予告編であるかな。トゥンツクトゥンツクトゥクトゥンツ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 クトゥンみたいなね。トゥントゥントゥーン、トゥーン、トゥルルルンってなるだけか。お、なんか来た。イエーイ。なんで再開したのにそのさ、急に俺は俺で始まってますよ感を出すんだろうね。みんなはさ、別にこの今一時中断して見たからすぐに始まるわけじゃん、ここまでの映像が。俺にとってなんかいろいろここまでやってきてるわけよ。ちょっと違うけど、その中断の間にも、あ、じゃあ宅配出ます、うん、ああ、いろいろやりますってやってるじゃん。だから俺はよし、やるかって感じで、イエーイって始めてくれる。何言ってんだこの人じゃん。まあ、もしね、動画の冒頭でイエーイって言っても、何言ってんだろうな、この人ってなるけど。いや、なんかさ、俺最近無意識で歌っちゃうんですよ。ションベベションベションベベベションベンションベベションベションベベベションベンとかなんかね歌っちゃって、さっきうんちブリリブ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 リなんかね、なんか
ブリブリブリってずっと歌ってた。全部インターホンで聞かれてた。多分ね。多分聞かれてた。嫌だなって思ってた。インターホンでさ、つけっぱだったから、全部うんちブリブリって歌ってたのかさ。無意識で俺、うんちブリブリか、ションベン。ションベベ、ションベ、ションベベベ、ションベとかね。そういう歌を歌うんですよ。無意識でね、うんちブリブリって歌ってたら、別にうんちブリブリさせてないのにね。で、それも、そもそもなんか、受け取った瞬間に、扉閉めた瞬間に、えいみたいな、なんか、規制を発しちゃってね。あ、もうマジで俺ダメなんだなって。沼っていうか、その、ふざけてやってるわけじゃないんですよ。なんかもうね、えいみたいな感じでね、やっちゃって聞こえてんのかなとか思っちゃって。やばい家の人だよね。めっちゃチンコ書いてます。ああ、なんかやることないな。やることないから今、お刺身用サーモンをね、解凍してます。どうせ生臭い、カスみたいなサーモンでしょうけど、コープの刺身まずいっつうのにお母さんが買うんですよ。ねえ、俺が確かめてやるよ、まずいかどうか。多分絶対まずいけど。この世で有数のまずさだろうけど、俺は覚悟して食うよ。ちょっと恐ろしいね。恐ろしいね。恐ろ恐ろしいしねいねねね。恐ろしいしねいねね。ああ、いてててて。いでで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 何しよっかな、暇だ。漫画も別にブルーピリオドを読む？途切れちまったんだよな。なんか読むのあるかな。ないな、別に。読まなくていいや。うい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 マジでなんかやることないな、本当に。やることなさすぎる。終わっちまった俺は。飯食うことしか思い浮かばねえなぁ。漫画見よっかな、なんか。いや、漫画って言っても俺が読みたいのはワンピースとブリンランドサガだけなんですよ。ブリンランドサガー、ブリンランドサガー、ビンランドうんち、うんちビンランド。つまんないねぇ。つまんなさに磨きがかかりかかりかりかり。やることねえな。あ、帰ってきたかもしれない。